第2章の自由行動日が終わって、気候兵訓練も終わった後のセーブ画面ですね。先に進みたいと思います。で、クロスベルが実地集だよっていうのも説明があったところかな。で、いろいろ準備して演習地出発と。はい、午後7時。また夜に行くんですね。今回はもう帝国を横断するぐらいだから結構時間かかりそうだよね。本校で使っていたシュピーゲル、今後の戦術の幅を考えると1機ぐらい回してほしい。ほんとね、ほんと今1機もないもんね。それとスカーレットが使っていた高速機あたりも、ああ、はい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 。しかしみんな以前よりも手際が良くなってるみたいだ。いいね、やっぱね、経験は力なりよね。心の余裕も違うだろうしね。クルトも心配だったがなんとか持ち直した。問題は、クロスベルか。今のところ慎重に見守るしかないか。ユーナが敬語学校からこっちに移りてきた理由がまだ分かってないから、その辺あたりも。今回そなたらが向かうのは宿業の地。うん。数百年にわたり帝国の宿敵カルバードと奪い合った場所だ。うん。 VIP とやらの視察で正規軍および鉄道憲兵隊も最大限に警戒しているらしいが、2年前の独立騒動の時のように何が起きても不思議ではあるまい。そうですね。いやー、シャレになってねえぞ。だが想定外の状況こそ人を成長させる好機でもあろう。人事を尽くして天命を待ち、返事にあっては大いにうろたえ、そしてあがくがよかろう。諸君の成長に期待する。それでは行ってくるがよい。やっぱりオーリリアさんは行かないんですね。イエスマム、イエスマム。みんな頑張ってね。頑張る。どうか皆様が無事演習を終えられますよ。各種モニタリングもしっかりやることだな。いやー、ミントちゃんたち和むわ。ミントちゃんとセレスタンさんが画面に映ったら和みません。わあ、これでクロスベル市に向かって出発ですね。いやー、長旅です。ヘイムダル行って、本当なんか隣なんだね、ヘイムダルね。で、トリスタでヒルディック、クロスベル駅への到着は明朝5時。物資搬入後演習地へと向かい、3日間のカリキュラムを開始すると。なんだろう、前もって言っておく。ランドルフ・オールランド教官は帝国軍クロスベル軍系から第二軍校へ出向している立場となる。はい。当然現地に試合も多いだろうが、万が一そちらに気を取られてしまえば肝心の演習がおろそかになる可能性もある。はい。その意味で今回は演習地周辺にとどまり、市外に出るのは自粛してもらいたい。そっか。そのような要請が非公式だが政府から来ている。なるほどな。
寂しいね。ぶっちゃけた話をしちまえば、俺が帝国の士官学校に出向したのは猿筋の思惑があってのことだ。猿筋、本来ほとぼりが冷めるまでクロスベルに戻る予定はなかったが、今回みたいな話になったらまあ当然そう釘を刺されちまうわな。ほう、思惑か。そもそも帝国に出向いてまだ3ヶ月も経っちゃいないからな。そんな短さでダチやスリルに再会したってどうも閉まらない。まあそうかね。いいお前さんと違ってな。最終日ぐらい市外に出る機会は設けられないか打診してみるつもり。ミハイル少佐、そういうところちゃんとなんか考えてくれるのあるよね。あのリン君のあの件もそうだし。一応の配慮感謝します。今回の演習の趣旨は視察団訪問のバックアップ。戦術科、主計科ともに前回同様カリキュラムをこなしつつ何かあった時の備えをしてもらいたい。特務科についても同じ、広域商船と現地の要請への対応となる。はーい。演習地を構築したら生徒ともどもここに集まってもらいたい。はい、前回と一緒ですね。はーい。英語分かりきっていたことだけど、やっぱりいろいろあるよね。ほんとね、いろいろあるだろうね。俺も改めて気を引き締めたいと思っています。1年ぶりのクロスベル、占領直後からどう変わったのか。1年ぶりか、まあそうだよね。そっか、当時関わってた人間として目だけはそらしたくないね。はぁ、私は去年 NGO の仕事で何度か行ってるけど、経済的にはだいぶ回復している。実際はどうなのかリン君の痛みなのに。めっちゃ楽しみはい、めっちゃ楽しみわぁ、なんか記憶が掘り起こせるように頑張る現地への到着は無予兆。あと2時間ぐらいで消灯。はいはい。はーい。OK、すごいね。あの、人とのトークを大事にするリン君。素敵だと思いますよ。今2号車？あ、今2号車だ。で、ちょっと1号車に行ってくら。あら、少佐殿が。全く私は予想してないですね。視察団は電車では来ない。へえ。ね。なんだろうな。ブーン、視察団。確かにね、よくやるよね運転手さん。めっちゃ聞きたいです私。ちゃんと聞いとかんとね。はあはあ、実家の鉱山での初めてのトロッコ
グスタフってどこって言ってたっけ。特に書いてないか。よし、じゃあ2号車。2年前か。でもなんかさ、青の奇跡結局さ、トア会長いなかったんだよね。なんかトア会長がそのゼムリア通商会議に行ったって言って、なんかこう確認しに行ったプレイヤーは多そうだけども。休みなさい。さて、一旦シャワるか。生き返るな。よし、じゃあ3号車。誰かカードできそうよね。あ、そうなんだ。ほんほんほん。そうだね。じゃあこの二人はもうあれで会話終わりかな。ハチの子か。食材か、クロスベルの。なんだろうね。すんません。夜の遊び。裏通りとか。そういうもんなのかな。ランディと話するのいつにしよっか。あ、なんかこの画面なかなか見ることなくない？わあ、すごい。わあ、ブルースライカ大学、結構遠いのね。で、上の方がマインツでしょ。へえ。マネウーライング・グラウンド。マネウーワーライング・グラウンド。は？どうしようかな。話しかけちゃおう。ああ、そうだね。本当なら、お前さんを連れて行きたい店がいろいろあった。世話になってるカジノバーとか、裏通りの姉ちゃんたちの店とか。お姉ちゃんの店はちょっと気遅れしそう。でもそんなリンクもちょっと見てみたい感は、お姉ちゃんはあります。ああいう店で遊んでこそ一人前。まあ俺の相棒もそのあたりはまだまだ半人前。相棒ってロイドくんのこと？ああ、確かに真面目そうでしたもんね。まあロイドくん黙ってても寄ってくるからな。でもあのベビーフェイスかなりモテそうな感じでしたけど、なんだっけ、弟系男子を装った食いまくりのリア充野郎みたいな感じの肩書きじゃなかったですっけ。装飾弟系男子、弟系装飾男子。なんだっけ。そうなんだよな、もっとガツガツいきゃいいのにもったいないっつうか。で
てモテそうとかお前さんが抜かしてんじゃねえよ。そうよ、リン君同族だぞ結構。いや、ロイド君、いや、まだリン君の私的にはリン君の方がひどいと思う。ひどいっていうのは、ひどいっていう言い方おかしいけど、だからしょうがないよ。その千の奇跡の好感度システムが悪い。はい。その顔で凛とした黒髪男子ってだけで相当なアドバンテージじゃないか。黒髪確かに珍しいよね、この世界だと。ちなみに私は紺色の髪の毛の人はすごい惹かれやすいです。はい。加えてあのネームバリュー灰色の騎士様、さぞキャーキャー騒がれてんだろう。いや、メガネをかけたら意外と気づかれないくらいですし、それにクロスベルでは気を引き締めてないといけないでしょうね。そうね、さすがに市民からはよく思われてないでしょうし。俺の知る限り灰色の騎士の評判自体は悪くなかった。へえ、そうなの。なんだかんだ言って学生だったし、お前さんが来たのは併合の後、その後共和国軍の侵攻を何度も食い止めたっていう功績がある。ああ、そっかそっか。賛否はあるだろうけど、6対4ぐらいで好意的。あ、で、意外と好意的か。別に休休みを言ってるわけじゃねえんだが、つうか1年以上の前の話だし、賛否どちらも落ち着いてる。確かにね。いきなり石を投げれたりとはありえない。ありえないから安心しろ。確かにね。そうね、気になるな。もちろん。はーい。いやー、なんかいいね、男同士って感じがして。ミレイユか。ミレイユか。まあ確かにね。いいな、いいな。へえ、懐かしい。うんうん。ああ。いや、まあそれだけ心を許してきた、ちょっとポロッと口にしちゃうくらいの間柄になったっていう。まあね、確かに。え、ここ何、ここなんだっけ。ああ、クルト君か。気がかりだらけ。何百年も昔から共和国が本面と領有権を争ってきた巨大貿易都市。帝国領になったからこそできてきている問題もある。なるほどな。なるほどな。いや、なんかつぼってしまったことですよね。子供心にも二人の関係はとても好ましく憧れたものです。ね、もう、オリミをあんな扱いできるのってミュラーくらいだよね。いやー、残念ながら自分兄ほどの体格には恵まれなかった。そっか、前なんか私養子のこと言ったけど、体格の話よね。ちょっと申し訳ない、ちょっと言うタイミングもなく。そうだよね。
いやしょうがない、メンタルってほんと難しい若いし、どんどん悩もう。あ、そっか、このクルトくん、そっか、キズナイベントを見てないクルトくんか。どんどん悩んで、どんどん悩んで。いいね、このリンくんのこの角度。先生って感じする。うおー10分じゃカード終わんないと思うから、また今度。クロスベル、私と教官にとってはおよそ1年と2ヶ月半ぶり。1年と2ヶ月半ぶりか。あの地殻核の一件以来ありましたな。いやー、びっくりしたあれ。帝国時報を読んでる限りはあれから大きな問題はなさそうだが、情報局の評価でも併合地域にしてはかなり安定している部類。あー、なるほどね。ルーファスさん、あー、へー、あー、アイアンブリードの筆頭として貴族連合の崩壊を導いた人物。ユーシスは今お兄さんのことどう思ってるんだろうな。確かにね。なになに、尋ねたいこととな。ユーナさん、あー、うまく説明できないけど、クロスベリ一揆が決定してからどこか違和感。そっかそっか、あー、感じてるんだね今はそこまで心配しなくてもいいと。うん、アルティナなりに気にかけてやってくれると助かると。いざという時は旧友の方が近くで支えてやれるだろうから。さすがに、なんか市の合併とかは経験できてもさ、国の合併とかはなかなか経験できないよね。しかも市の合併ってそんな気にしないしね。あ、ちょっと住所変わったなぐらいしか。ぐっすり眠る。なるほど。なるほどな。言い得て妙ですね。クロスベル自治州じゃなくて今はクロスベル州。うん、リベール王国もそうなってた。ああ、そうね、100日戦役。100日戦役だっけ、10年なんちゃらだっけ、あれなんだっけうんうん、親友の故郷。あー、あの、レンちゃんね。この間の鬼神の戦闘で起こったリンク現象。いいな、ティータちゃん。は、はい。はい。失礼します。は、はい。はあ、なんか見てしまうけど別に買いたいものはないんですよね。癖ですね、癖。まず6号見てからにしよっかな。バリマあるー。訪れるのは1年半、1年2ヶ月半みたいなこと言ってたけど、
あの時はバリマールも今のように話せてはいなかったな。あ、待てよ。1年半。あ、でもなんか転移はできてたよね。その頃と比べると、お主も随分と。何これ?やさぐれていた。まあ、しょうがないよ。だって、やりたくもなかっただろうし。それはともかく変わった気配。まあ、何かあったらよろしくね、バリマール。はーい。よし、じゃあこの二人に話しかけて。ドラッケンがいいの?ドラッケンじゃないわ。ヘクト、ヘクトル、ヘクトルだっけ?あ、ヘクトルだね。でもウェインならいけるよ。あ、ウェインはドラッケン側なんかな?どっちだったっけ?あ、でも、あ、そうだね。では、ユーナに話しかけましょう。ああ。そうだね。あちこちもあるから。うん、特務活動。ね、妹と弟がいる。行きたいよね、行きたいよね。お嬢さんを預かっている以上、挨拶をしておきたい。そうだね。うん、頼りにしてるよ。私もゼロの奇跡やったのリアルタイムなんだけど、何年 ?7、8年。8年は経ってる。8年は経ってるね。おっと、エアウィンガー号1号線より、うん、第二分校生全員に連絡します。演習予定地への到着時刻は明朝5時30分となる見込みです、うん、くれぐれも夜更かししないようにゆっくり休んでくださいね。はい、今は私は夜更かしどころか朝の7時を迎えております。そろそろ、あ、先輩のアナウンスはいい感じに和む。そうね、もうめっちゃ気になってクロスベルが満たさすぎてやめるにやめられないです、私。あれ?ちょっと待って。クルトくん。私と一緒にカードゲームしないかい?というわけで、次はカードゲームから始めていこうと思います。